ほどでもお伝えした通り、セリーグ3位の DeNA がリーグ王者の広島を破りまして日本シリーズ進出を決めました。3位からの日本シリーズ進出はセリーグでは初の快挙ということなんですね。まさに劇的クライマックスとなった今日の試合をどうぞ。ファイナル初戦に雨でコールド負けを喫した DeNA 先発石田、1回いきなりランナーを三塁に置くピンチを招くと、3番丸、初球のスライダーをライト前に弾き返され先制点を奪われます。なおも二塁一塁で6番バティスタ、レフトへタイムリーツーベース、初回で2点を失います。広島の先発は第2戦で負け投手となった野村が中4日で登板。2回ワンアウトから5番宮崎、ソロホームランを浴び1点を返されます。その裏 DeNA ラミレス監督が動きます。先発の石田をわずか1イニングで変え三島をマウンドに。この回を3人できっちり抑えます。すると3回ランナー1塁で1番桑原、レフトポールに当たるツーランホームラン、 DeNA 一発攻勢で逆転します。さらに1点を追加した DeNA は5回ランナー1塁で4番筒香、2戦連発主砲の一振りで流れを引き寄せます。4回からマウンドに上がった浜口は5回ノーアウト2塁1塁のピンチ、第2戦先発で好投した男がこのピンチを切り抜けます。 DeNA は7回、この回先頭の筒香が2打席連続ホームラン、主砲が勝利をぐっと近づけます。 DeNA9 回のマウンドは7人目守護神山崎、セリーグ初3位からの下克上達成、 DeNA19 年ぶりに日本シリーズ進出です。 Well, you know, my decision, it was easy to make. I mean, it was, but the players did a tremendous job.Well, you know, we're going to do our best, you know, day by day to represent, like I said, not only Yokohama DeNA baseball, but also the Central League. So every day is going to be a challenge for us, and we're going to try our best to win. さあ、ということで、クライマックスシリーズ優勝を果たした DeNA ですけれども、突破した要因、前田さん、どこになるでしょうか。はい、やはりですね、若手の成長、そしてですね、新戦力の台頭が大きかったと思うんですね。はい、例えばですね、今日の試合で打点を挙げた選手をね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、そうですね、まず1点目を挙げたこの宮崎選手ですね、はい、今シーズン初めて規定打席に到達した選手ですね、はい、首位打者も獲得してシリーズでも大活躍しましたよ ね、はい、そして逆転ツーランを挙げた桑原選手ですね、はい、今年、1番に定着して初めて全試合に出場した選手、うん、さらに追加点を挙げたのはこれ高卒ルーキーでした、はい、19歳の細川選手でしたよね、うん、そしてピッチャーでは、うん、今日も中継ぎで投げた、はい、浜口投手、うん、やはり去年いなかった戦力はですね、さらに、若手の、力が筒香選手主力と噛み合ったこと、はい、それをクライマックスシリーズで出せたことがね、はい、やはり DeNA の強さだったの、うん、強さだったと思いますね、はい、そしてこれは聞かなければいけないんですが、一方敗退した広島、はい、一体何があったのかというところなんですが、やはりちょっとね、自滅感がやっぱりあったと思いますね。はい、やはりね、安定した投手陣はあるんですけれども、やはり攻撃で勝ってきたチームですから、今日の試合でもね、チャンスを作りながらこのチャンスを自らの手で潰していった、それというのも短期戦ではシーズン中以上に、プレッシャーの度合いが上がりますよね、うん、去年の日本シリーズでも勝たなければいけない試合で勝てなかった、まだ本当のね、強さっていうものが広島には足りないっていう感じましたね、そしてですね、はい、私の高校野球部時代の後輩が DeNA の球団関係者なんですけど、さっき聞き
ましたら、あの1戦目5回コールドになったでしょ、はいはい、あの後に何人かの選手たちが納得いかないってエキサイトしてたんですって、はい、そしたら筒香キャプテンが連中らに全員選手を集めて、うん、なだめて2戦目に切り替えさせたんですって気持ちを。そこからの4連勝ですから、この筒香キャプテン今日も2本ホームランしまして、はい、プレーも役割大きかったですけども、それ以外の役割も大きく果たしたなという感じがしますね。そうですね、やはりね、自分の調子が上がらない中でね、そうやってチームのことを一番に考えて、しっかりとまとめていった、はい、そしてそれがそういうね、心意気がね、4戦目5戦目の大事なところでのホームラン自分に返ってくるんですね、返ってくるっていう、この本当に噛み合ったっていうか、いろんな意味で強かったですね。選手最初の3試合1安打しかなかったんですよね。